皆さんこんにちは。いつもケイタとミナコの社交ダンス学をご視聴いただきありがとうございます。3月13日水曜日、千葉県のシズコミュニティセンターというところで行われましたスタンダード講習会の講師として招かれました。会場には1時間前ぐらいに到着したんですけれども、とても広くて踊りやすそうなフロアでした。講習会が始まるまでこちらの控え室、和室だったんですけれども、こちらで待たせていただきました。これから講習会が始まります。平日の講習会ということもあって、どれぐらい人が集まるか不安だったのですが、来てみたら250名ほどのお客様が来てくださっていました。すごく嬉しかったです。これから講習会が始まります。私たち山崎組の紹介をしていただいてからの講習会開始となりました。山崎先生が図を描いて分かりやすく解説しているシーンです。また問題の起こりやすいステップを、悪い例、いい例を取り上げながら解説させていただきました。そして講習会の最後にワルツとタンゴを1曲ずつ踊らせていただきました。この度は私たち山崎組を講師として招いてくださった JDSF 千葉東支部の皆様、そして当日ご来場いただきました皆様、本当にありがとうございました。